稽古台から竹をもらって荷台を直しましたが、あれはお侍のものだとか。本当ですか？あれは剣の腕を磨くものだ。心を澄まし、人たちで竹を切らねばならぬ。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたします。あの大きな旗も。そうしてくれぬか。荷車のことは無念であろうが、稽古台使わせてもらおう。どこから対馬を攻めるべきか猛虎は分かってたんだろうね。どうやって？対馬のことや侍のことをあらかじめ学んだって噂だよ。菰田の守りが薄いって知ってたのか。ターンは負け戦に臨むようなバカな男じゃないね。勝ち目はあるのかな。正直に言っていいなら答えて。それで分かったよ。槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか？でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。これ以上は耐えられない。お前ほどの馬はいない。腹いっぱい食ったのはいつのことだったかね。お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め。罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。一人じゃ生きてても仕方ないよ。
産木谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。よし。